ょっと開始早々申し訳ないんですけど、目薬入れさせてください AKB48 は愛媛県出身の高岡香織です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームお昼の配信をやっていきます。はい、今日はね、午前中にちょっとお買い物がてらお散歩してね、ちょっとお昼ご飯食べて、で調子乗ってタルト食べました。あのスイートポテト、スイートポテトじゃないな、なんていうんだろう、あれだよ、紅芋タルトみたいなのあるじゃないですか、ああいう系のタルトを食べました1個。で今日はね、まあちょっとだけ筋トレして運動しようかなとは思ってるんだけど、その後にバナナ食べるのって食べ過ぎかな？どう思う？調子に乗って朝からビール飲んでます。それはだいぶ乗ってんね。いや、いいと思うけど、めっちゃあんまり朝からお酒って聞かないからさ。まあ大丈夫か。じゃあバナナを食べるためにも運動頑張ります。はい、まあね、今はちょっとお菓子もね、いろいろ食べていかなくちゃいけないから、毎日1個ほどじゃないけど、まあ日によってね、カロリーはちょっと違うんだけど、お菓子食べてて
なんかもうだいぶお菓子なくなってきたら、もうちゃんとそれをね、ご飯の一品に置き換えたいんだけど、なかなかいいのが思いつかない。ちなみに今皆さん何してますか？あ、まったりタイムの人もいれば、ピューロランドに行ってる人もいて、スーパーに買い物に行ってきたっていう人もいる。いろんな人がいらっしゃる。あ、実家に帰省中、いいね。私は今日こそ運動したいんですよね。もう昨日おとついとだいぶね疲れちゃってまったりしたから、今日こそ運動したい。私も今から白湯飲むとこです。な、いい感じなんだ。若干ね、ちょっとお眠ではあるけど。そうだ、このお昼の配信でね、ちょっと告知をしたいなと思ったんだと。まあ先ほどねツイッターにはあげたんですけれども、6月の24日だよね。うん、6月の24日に北澤さきさんのバースデーイベントがあるんですけれども、そこに出演させていただくことが決まりました。決まりましたっていうか発表されました。イエーイ。まあその前にもツイッターでね、その新しく所属する事務所
はね、あのさきさんやゆかるんさんと同じグループ会社の事務所っていうことなんですけど、まあそれつながりで今回あの呼んでいただける、それつながりでって私は勝手に言いましたけど、呼んでいただけるということでとても嬉しい。皆さんとあのね、さきさんのファンの方と、さきさんのファンの方の名称とかあるのだろうか、まあそのファンの方と一緒にお誕生日をお祝いするしよするぜっていうことで、6月24日にね、その原宿駅前スタジオであります。我こそはじゃないけど、一緒にもしさきさんのね、あのお誕生日一緒にお祝いしたいよっていう方はぜひ絶対来てくださったら嬉しいです。はい、ということでお待ちしております。ちょっと今私もね、白湯を飲んでまったりしております。まあでも4時ぐらいからはね、ちょっと運動したいなって思ってるんで、応援してください。みんな有言実行できるように応援してください。あとはね、あの7月16日のあの朗読劇も一般販売が始まったのでね、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。あとはあれだね、あのオフィシャルショップから新しい生写真セットが出ました。今回はサムネイル公演の衣装なので、オープニングのぜひゲットしてくださったら嬉しいです。
ただちょっと最近発売されるね生写真あんまりビジュアルが良くないので、なんかねすごい変な顔してんのよ私。なんかちょっとあれだなーって思いつつね。そう、まあ今日はね土曜日で、でも結構雨も上がって晴れてるよっていうところが多いみたいであくびしちゃった。まあでもそう晴れてよかったね本当に。まあ、私は午前中にねドラマを1話見てちょっと続きが気になってるところでございます。ちょっとこの後見ようかどうか迷ってる。まあどうするかはちょっと考えるわ。
白湯が飲み終わった。暑い、マジで暑いな。ちょっと後で窓開けよう。若干ちょっと眠くなってきてピンチでございます。お昼寝は、まあでもあまりにも眠かったらお昼寝はしてもいいけどね。ちょっと眠いね。お昼寝するのもありだね。ちょっとだけ。皆さんはお昼寝するときってどういうスタイルで寝てます？私は机に突っ伏すか椅子にもたれかかるスタイルですね。横になって寝るとアウトなんで、そういつでもすぐに起きれるスタイルで寝てる。それか体育座りして寝るか。最近は背もたれに体重を預けて顎引いて目を閉じる。あーでもそんな感じ。私もそう、あんまりねお昼寝でもうなんか1時間ぐらいぐっすり寝ちゃうとあれらしいから、そうあんまりぐっすりにならないちょうどいいぐらいを狙ってます。私も横になって見てます。だっていいね。寝なかったら横になってるのめっちゃ楽じゃない？でもなんか結構眠、なんかちょっとそれで眠くなって寝ちゃうってことが私は多くてそう、そういえば今日ね朝ごはんにね塩メロンパン食べました。そう前に差し入れでいただいたものを冷凍してて食べたんやけど、めっちゃ美味しかった。っていうか久しぶりに菓子パンを食べてとっても幸せな気持ちになりましたね。私は美味しかったよ、塩メロンパン最高でした。そう、まあやっぱ差し入れとかじゃないとあんまりパンを食べることってないからさ、自分でパン買うことがほとんどなくて、そうだからね、普段食べられない、食べられないっていうか普段食べない菓子パンを食べるとね最高です。
はい、ということで、じゃあ今日はちょっとお昼の配信はね少し短いんだけど、ここら辺で終わりにさせていただきます。また夜も配信するのでぜひ見てくださったら嬉しいです。13位から13位博士くん、12位ドクタケさん、11位はやちゃんさん、10位はちねさん、9位かわひろさん、8位大粒ちゃん、7位カラスのかわこさん、6位るみつさん、5位まもさん、4位夏目さん、3位アーティーさん、2位タッツエモンさん、1位がたまくにさんでした。はい、それではね、今日もお昼配信も見てくださってありがとうございました。じゃあまた夜にお会いしましょう。またね、ありがとうございました。またね。